はい、えーと、それじゃあ始めさせていただきます。えっ、ー、と <laughs> ウバネティス・ミ e e t ップ東京第16回ということで、まあ、CVE と CN 回ということなんでしょうけど、まあ、何が共通点かって、まあ、頭文字が C で3文字っていうところが共通点でしてまあそれくらいしか共通点ないですけどよろしくお願いします。<laughs> はいでえー、とそんなこんなで、まあ、全然今回あれこれ最大化してない。 クーバーレンスに関係するまあ今回発表するものとは別のなんか新しい CV が報告されました、ね。で、まあ、RNC に関する脆弱性らしいんですけども、この中ですでにその脆弱性をついて攻撃してみたことがある方っていらっしゃいますかいないあじゃあこれを発表すればよかったねみたいなね <laughs>、はい。じゃあ、あ実際はいる気がするんだけど、もあいいや。はい <laughs> でこの脆弱性もたん、まあ、結構面白くて、まあ、あんまりリ i ックスに詳しくないので、えー、大変勉強になりました。皆さんも見てみるといいと思います。で、今回はその3ヶ月ほど前に報告された別の CV e について報告あ、まあ、発表させていただきます。で、なんでこの CV e かっていうと、まあ、この脆弱性はな結構、検閲のなんかアーキテクチャを知るための教育,的も教育目的コンテンツとして、まあ、ちょうどいい塩梅でなんかそで主催者が なんかまあこのミートアップでもちょっと教育目的的なコンテンツも欲しいよねみたいなそういう要望をもとにして <laughs> 作られたコンテンツです。はい、なので、まあ、ちょっと変えることができなかったみたいなね。と <laughs>、はいうことで、まあ、題して、えっと、Z 氏はクーバネンツクラスターを支柱に収めることができたのかということで、まあ、アーキテクチャ周りについて話させていただきます。でまあ、一応面積事項なんですがこのプレゼンは完全にフィクションなので <laughs> あのそういうことでお願いします。はい でえーとまあ、思い起こせば、えー、と去年末のことですね、確かジャパンコンテナデーズの初日だったんですよ。はい <laughs> でまあ、今までいくつか Kubernetes に関連した脆弱性は発見されていたんですけど、その中でも特に大きい脆弱性として報告されました。はい、で、まあ、この CV ですね。 で実際、まあちょうど早朝の電車に乗ってて、このなんかジャパンコンデナーズに参加しようかなと言ってたときに、まあ、この脆弱性見て、やべえ、これもしかしてなんか参加イベント参加できないのとか思いつつ、<laughs> もう結,結局入館証を持っていくのを忘れたので、まあいいやと思ってイベント会場に行ったんですけど、<laughs> まあ他の人も来てたんで、まあ、そこでなんかこの CV についていろいろ話すことができました。まあなのでそ、まあ、その場で対策を考えました。はい でまあ、元情報のほかにいろいろ記事読んでたらなんか結構、看過できない文言が出てきたんですよね。<laughs> この脆弱性について知ってる人物であれば誰でもクーバネッツクラスターを普通に収めることができる。でまあ、こんなことが本当だったらなんかのんきにイベントなんかに出席なんかで, <laughs> できてらんないので <laughs> まあちょっと本当かどうか調べる必要がありますよね。はいでまあ、ここで、まあ、Z 氏と A 氏が出てくるわけですよ。はい まあ、某 X 社に社内関係の Kubernetes クラスターがありましたと。まあ、A 社は社内開発者で、まあ、Kubernetes を利用してるんですけど、まあ、クラスターアドミン権限の権限は持ってなくて、まあ、開発者としてのネームスペースを与えられて、そこでまあなんかその人が与えられてクォーターの範囲内でポッドを作ったりとかする細々としたことしかできないという状態になってます。であと Z 社はまあ完全に関係なくて、まあ、Kubernetes のアカウントとか持ってなくて、まあ、なんだけど、まあ、ひょんなことは。 API のエンドポイントを知ってしまう、まあありますよね。はい。で、まあこんな状態で、本当に ZC は Kubernetes クラスターを地中に収めることができるんだろうかっていうのはまあ疑問ですよ。はい。で、まあ鍵は Kubernetes API サーバーにありました。まあ a f f e c t e d コンポーネントでここが問題だったんですね。脆弱性の。はい。まあちょっといきなり。 話題がガラッと変わるんですけど皆さんまあ分子生物学におけるセントラルドグマっていうのは <laughs> なんでここで笑うかな <laughs> ご存知でしょうか、まあ、セントラルドグマって言った場合は、まあ、通常この分子生物学におけるセントラルドグマを指して、まあ、ここで言ってることは、まあ、生物の遺伝子における情報の流れってのは一方向で決して逆流しないよつまり、まあ、遺伝子である DNA は RNA に転写されてその後タンパク質として発現するけどそのタンパク質が、えっと、DNA になったりすることはないよと。 まあ一言で言うと獲得ケースは遺伝しないということで表されて例えば例えば青山さんが筋トレ頑張って筋肉ついたとしてもその子供もにその筋肉は遺伝しません <laughs> あとキリンの首が何で長いかっていうとキリンが頑張って首を長くしたから長いわけじゃないっていう,ていうことを、まあ、このセントラルドグマは言ってるわけですねでまあそれはどうでもいいことなんだけど <laughs> とりあえず知ってほしいのは えーとこの分子生物学における情報の流れが一方向で決して逆に流れないというドグマがあるということなんですね。で、ここで我らが Kubernetes、実はこの Kubernetes にもセントラルドグマがあります。それは何かというと、すべての情報の流れが API サーバーをサーバーとしたクライアントサーバー通信であるというドグマです。で、決してその情報の流れは逆に流れるべからずというものです。で、このセントラルドグマは Kubernetes の有名なこのリコンサイレーションループを回せ。 っていうアーキテクチャデザインからま導きき出すすことができます例えばまレプリカセットを例にとるんですけどどうやってクーバンスの中でこのレプリカセットは扱われてるかっていうとまあこれはちょっと関係ないんですけど例えばよくあるアーキテクチャだと API サーバーがあってそれをレプリカセットを管理するコンポーネントがあってまあノードがあった時普通まユーザーが API サーバーに対してレプリカセットを作れって命令しますよね。 そうすると今度 API サーバーがこのレプリカセットを管理するコンポーネントに対してレプリカセットあそのユーザーのリクエストリクエストディライドして作れって言ってで実際にレプリカセットの管理コンポーネントはその命令を受けてノードに今度はそのポッドを作るよう命令しますそしてノードはノード上にポッドを作成しますだけど Kubernetes のアーキテクチャこういうアーキテクチャじゃありませんでどういうアーキテクチャか かっていうと、まあ、全ての情報の中で APIA サーバーとをサーバーとする通信であって、まあ、逆に流れるべからずということだから、まあ、こういうことなんですよね。えっと、ユーザーが APIA サーバーに対してレプリカセットの理想的な状態っていうのを宣言すると、レプリカセットのコンポーネント、管理コンポーネントっていうのはまあリ、レプリカセットの理想状態というのをずっとウォッチしてて、まあ、変更があると、その変更に対して変更を取得して、えっと、どういうものが、えっと、理想状態なのかってして、その情報を利用して、 えっと、現在の状態をこうすべきってシステムに働きかけるわけですよね。で、この場合ですと、まあ、システムにポッドが2つあるべきなので、えっと、そのポッドが2つあるべきだって API サーバーにまた宣言します。で、今度はまたノードの方はノードの方で、自分のノードに立てるべき理想、えっと、ポッドの理想状態っていうのをずっと API サーバーを監視していてで、ノード自身に関連するシステムの変化を検知すると、その,方その情報を取得して、 この場合は2つ作ります。で、まあ、これがクーバーレンスの基本原理で宣言的な管理とシステムによる自動化っていう思想です。で、まあ、例えばこれ、ノードにボリュームアタッチするっていうのをそのアーキテクチャで実,装す実現するとまあこんな感じになっちゃうんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいんで話すのやめますか <laughs> はい。で、ただ、まあ、何事にも例外があります。もちろん、分子生物学におけるセントラルドグマにも。 例外があります例えばレトルウイルスによる逆転写反応あと RNA 複製とかですね皆様の体の中の遺伝子の中にも代々子供親から受け継がれた遺伝子の他にウイルスによって体に入り込まれた遺伝子が含まれてるんですねでこれはウイルスの RNA から DNA に転写された例なんですよだからまあ情報の流れは逆に流れてるわけですねで実はクーバネイツのセントラルドグマにももちろん例外があって 今回の脆弱性はその例外の中に含まれていたためある意味その例外のフローの,のみに影響があったのでクーバネティス全体に影響があったわけではなかったでということがまあちょっと良かった面ですねじゃあそのクーバネティスのウイルスの入り口っていうのはどこでしょうっていうのがまあ2つありますえっと1つはポッドに対するエグゼクタッチポートフォワードですねでもう1つがアグリゲーティッド API サーバーと呼ばれるところです で例えば、ポットに対するエグゼックはか分かりやすくて、この命令はポット上で即座に実行されなきゃいけないので、なんか全部ウォッチして反映して、ウォッチして反映してみたいなことをやってると、まあのんびりしたものになっちゃうので、まあ、直接実行します。なんで笑う<笑>はい。直接実行すると。で、まあ、実装はどうなってるかっていうと、まあ、ユーザーが Kubernetes の API をエグゼックリクエストすると、 API サーバーがノードへの API プロキシとして、API、プロキシとして働いてユーザーのリクエストを適切なクベレットの API に変換します。でまあ、クベレットにはなんかそのエグゼ a クアタッチポートフォワードの他にはポッド一覧とかスペックの詳細を表示するとかっていうそういういろいろ API があって、まあ、これは多分そのク,クベコントロールを使うと直接利用することはできません。ではまあ ただまあこういうふうに API の変換してるんだけどまあクビレット API 自体はどうやって認証してるのかっていうとまあユーザーと API サーバー間っていうのはまああの普通の Kubernetes の認証認可を使ってまあ RBAC を利用して認証認可してるんですけどもえ API サーバークビレット間っていうのはまあえっと普通に TLS へのクライアント認証を使っていて API サーバーって実はクビレットの API をすべて えと利用することができるんですね。なので、まあ、適切に API サーバーがユーザーのリクエストを変換してなかったらどうなるかっていうと、まあ、なんかここにバグがあった場合になんか問題がありそうですね。はい、でもう一つ、アグリゲーティッド API サーバーです。アグリゲーティッド API サーバーっていうのは、Kubernetes API を拡張する方法の一つなんですね。二、まあ、つ,つだけ まあい,いや2 <laughs> つあるんですけど一つはまあカスタムリソースディフィニションと呼ばれるものでまあ結構みんな使ってて有名だと思うんですよねで、まあ、こっちが実際おすすめの方法でなんか Kubernetes の API を拡張してる人っていうのは大体こっちを使ってますただその CRD を使っては実現不可能な API っていうのを実装したいなと思ったときにある選択肢がアグリゲイティと API サーバーになりますで まあ例えばですよ、Kubernetes に API を追加する場合を考えてみましょう。単になんか別の API サーバーを立てて横に並べても、まあ、Kubernetes の、A、って言わないかもしれないけど、API を拡張することはできますね。けれども、それだと、例えば別ユーザーっていうのは別のエンドポイントに対してリクエストを行わなきゃいけないし、それぞれの API サーバーがそれぞれなんか認証認可を持たなきゃいけなくて、なんかちょっと複雑になっちゃうから、不便だなということで、まあ、Kubernetes にはアグリゲーターっていう仕組みがあります。 でアグリゲーターというこのコンポーネントは、まあ、Kubernetes のエンドポイントなんですけれどもそれぞれの API サーバーに対してリバースプロフィッシュとして働きます。でアグリゲーターによって、まあ、アグリゲーティとされるので、まあ、ここら辺のサーバーのことをアグリゲーティと API サーバーと呼ばれます。でこのアグリゲーターというのは実は KubernetesAPI サーバーの一部なので実,、まあ、実装はこんな感じになって API サーバーとアグリゲーターは一緒の、まあ、コンポーネントの中に含まれていますね。で まあだけどまあ例えばなんか新しい API を追加したとしても、ユーザーはどうやってなんだその新しく追加された API を知るのかというと、Kubernetes のサービスディスカバリーという方法があります。Kubernetes には SRAPI というエンドポイントとその API の詳細をするエンドポイントがあって、例えばこ SRAPI s というエンドポイントを叩くと、もうその API のグループの一覧っていうのが取得できます。普通にカールで取れます。 さらにそのグループの詳細っていうのをその API のエンドポイントを深掘りすると取得することができます。で、まあ、なのでこの2つの API のディスカバリーを使うと、まあ、I どういう API がクバネスに実装されてるのかっていうのが知ることができます。で、たまあ、これらの、まあ、とりあえずアグリゲティティ API サーバーの紹介は以上なんですけども、もうまあ 現時点でまあよく使われると思われるアグリゲーティと API サーバーっていったらサービスカタログとかメトリックスサーバーとかそういうコンポーネントになります。なのでこの2つを使ってた場合にはあなたは多分 CRD で拡張された API サーバー以外にアグリゲーティと API サーバーを使っているっていうことになります。であとはまあ脆弱さなんで認証なんですけどどういう認証になってるかっていうとまあ問題はそのアグリゲーティトの認証認可をどうやってあ認証をまあ バックエンドのアグリゲートリード API サーバーに伝えるかなんですけどもまあ先ほども言ったように API サーバーっていうのはたくさんの認証システムを持ってるのでなんか単にリクエストをリダイレクトするだけだとバックエンドの方でその認証をサポートしなきゃいけないので結構めんどくさいんですよねなのでまあクーマネスの場合にはそのアグリゲーターが認証プロキシとしては動作しますで認証プロキシとしては動作するっていうのはどういうことかっていうとアグリゲーターが認証を肩代わりして で単にそのバックエンドのアグリゲイティート API サーバーに対してこの人は誰であるという情報を、まあ、通常は、えっと、HTTP のヘッダーに、えっと、書きますで。バックエンドの API サーバーは、えっと、この認証情報を無,無制限に信用します。なのでこのアグリゲイティート API サーバー間の、えっと、認証というのはちゃんと強固に守っておかないとやばいです。 なので、えー、Kubernetes のアーキテクチャのデザインだとここで使っている、えー、と認可で使う TLS 証明書の CA というのは普通に使う CA とは別物を使うことみたいなことまで指定されています。はい、なその CA に証、えー、と承認されてしまうともう本当に認証プロキシーとして動作可能なのでとても危険です、はいで。もしこの認証プロキシーにバグがあった場合には アグリゲーティート API サーバーに対して自由な API リクエストを送ることができてしまうそうですね。はいで、まあ、ちょっと多分ここでしゃべる話じゃないんじゃないのかなって気がするんだけど、唐突にま変、あ、らってきます。まあ、HTTP ってまあクライアントサーバーがあった場合には、まあ、最初に TCP のコネクションを貼って、HTTP がリクエストあって、レスポンスが変える。で、まあ、1つのなんか TCP の接続を使い回すみたいなのが HTTP の1.1でありますね。で やり取り取しした tcp 接続を開放しますで、まあ、例えばリバースプロキシがあった場合にはまあ大体こんな感じなんじゃないですかね。で、じゃあこのリバースプロキシの場合の、例えば WebSocket の場合のリバースプロキシってどうなるんだろうというと、まあ多くなんか多くかどうかわかんないんだけどちょ、ちょっとググった感じだと、えっと、TCP 接続がリバースプロキシになって、HTTP アップグレード要求があると、そのアップグレードをバックエンドに回して、でその後はユーザー えっとその tc 2つの 2GP 接続を直接つなげちゃって、もう単にユーザーのえっとパケットをバックエンドのサービスに届けるっていう TCP プロキシみたいな動作になってしまいます。なんか大昔のなんかエンジン X で WebSocket をサポートしようとすると TCP プロキシとして動作する必要があったみたいなことがあった気がするんだけど、た、まあ、多分そういうことです。で もちろん、HTTP のアップグレードに失敗した場合には、まあ、えっと、ちゃんと適切に TCP の解放をしないとくっついたままになるので大変危険です。で、今回の脆弱性ですね。ここの、えっと、HTTP アップグレードに失敗した時のエラーハンドリングに失敗してあをちゃんとしてなかったせいで、アップグレードに失敗したのに TCP 接続がつないだままになっちゃっててるんですね。api クライアント I サーバンあ 間と api サーバー間、えー、とバックエンドの2つの TCP 接続が直でつながる状態がもうせ維持されちゃうっていうのが今回の脆弱性です。で、何ができるかっていうと、まあ、バックエンドの API をリクエストできる人は誰でも API サーバーの権限でバックエンドの API をリクエストできます。なんかび時間が微妙になってきた。えっ、ー、と <laughs>、はい、つまり権限昇格の脆弱性です。で、は、も、い、します。 えっとまず、えっと、デモの環境っていうのは、まあ、1個目のデモは、えっと、本来呼び出せないはずのクビレット API を呼び出してみます。えっとまあ、A 氏の社内,か社内会社の A 氏っていうのは当然エグゼクできるんですけど、まあ、あのネームスペースが分かれてて、プロダクションの方にはエグゼクできない環境になってます。でデベロップメントの方にはエグゼクできますで。Z 氏の方はどちらにも権限がありません。こういう状態で実際に、えっと、リクエストを行ってみると、 どうなるでしょうということですね。はい。あ、はい。これ、椅子とかな、ね、い <laughs> はいあ。大丈夫です。<laughs> 冗談冗談 <laughs> えっと。 えっとまず、環境がプロダクションとディベロップメントのネームスペースがあります。はい、ありますね。で、えーっとまあ、今、あのクラスターアドミンというか、まあ、誰何でもできる権限で実行してるんですけど、まあ、ミニクベで普通にのアカウントですね。プロダクションにエ n g ン x プロード o というポッドがあって、ディベロップメントにエ n g ン x デブっというポッドがあります。 で、当然、エグゼクできます。で、プロダクションでやると、なんか、例えば、シークレットインフォメーションみたいな環境変数が取れちゃったりとかするみたいな仕様になってます。で、これは実は知られちゃ知ら今回知られたくない情報です。で、ディベロップメントの方は、まあ、なんか、開発者なら知ってもいいインフォメーションが入ってます。で、まず、えっ、ー、と、パーソンアカウント、あ、ユーザー開発者 A にスイッチします。クビコンフィグはもうすでに用意されていて、パーソン A になってます。 えーっと、デベロップメントのポットを取得してみます。取れますね。で、プロダクションのネームスペースのポットを取得すると、権限エラーが発生します。で、エグゼクを確認しましょう。えー、っと、デベロップメントのエグゼクは可能です。ただし、プロダクションの方は、できたらまずい。はい、できない。c ビ v i はい。じゃあ、攻撃開始しましょう。えー、っと、 まず、えっと、TCP 接続をします。TCP 接続には OpenSSL のクライアントを使います。はい接続されました。でその後、えー、っと、エグゼック、実際に権限のあるエグゼックをしています。でここにあのビアラートークンがあるので、これがなんかそのユーザー開発者 A である証拠です。 そうすると,、はいえー、と、アップグレードを要求したんだけど、400バッドリクエストが返ってくるのが見えますね。で、なんでこれが返ってくるかっていうと、この Exec の API に、SDL のどっちかの、どれかの、まあ、あ少なくとも1個の、まあ、オプションを引数に取っておかなきゃいけない,い,けないからです。で、実はこの状態っていうのが、えー、TCP 接続をして、HTTP アップグレードを 試みてバックエンドの HTTP アップグレードもしたんだけれども、HTTP アップグレードが失敗したんだして、ただ、この2つの TCP 接続がまあ切れてないという状態になります。なので、クライアントから普通にパケットを飛ばすと、バックエンドに直に行きます。はい。<laughs> で、えっ、ー、と、なので、えー、と例えば、そのプロダクション環境のポッドに対してエグゼッコするっていう。 リクエストはこれになるんですけど、これはクビレットの API ですね。先ほどの,あの Kubernetes の API とはまた別物のエンドポイントになっています。なぜなら、えー、とバックエンドの API を叩いているので、直接。で、えーと、実際にこの実行してみると、プロダクションのポ、えー、ッドに対してエグゼックをしてみるとどうなるかっていうと、はい、シークレットインフォメーションが取れてしまいました。で、これが今回の脆弱性です。で、 当然、今度はアタッカー Z にスイッチしてみましょう。まあ、なんか時間がないので簡、簡単にいっちゃうと、えっと、簡単にいっちゃうと、えっと、そもそも、いやえっ、ー、と、エグゼク確認とかす飛ばして、TC、えっ、ー、と、アタッカー Z で TCP 接続をします。で、アタッカーさんはベラーっトークン持ってないので、その、えー、とアップグレードをします。 えとここで重要なのはそのオーストラジーションヘッダーがついてないことなんですけどもちろんついてないのでえとここであのまあシステムアノニマスはえっとリソースを作れませんっていうえとエラーとともに返ってきていますで実はここっていうのはえーとそのリバースプロキシの時点で認証が通らなくて TCP 接続はここ,でここまでで終了してます。 なので、えー、とクベレットの API は叩けません、まあ。実際に叩いてもいいけど、叩いてみても、そんな API はないよみたいなだった気がする。違うね。なんだこれ。あ,あ、そんなパスはないよみたいな、えー、とエラーが返ってきます。で、これはどういうことかっていうと、今、リバースプロキシーので、そのバックエンドの TCP の接続がないからなんですけど、だからどういうことかっていうと、実は、ク、えーバネスの API は叩けます。API S っていうのはあの、 アノニマスで利用可能な API なんですけど、まあ、実行してみると取れます。はい、なので、API サーバーで TCP 接続が止まっている状態です。はいということで、とりあえず、えーとまあ、本来呼び出せないクビレット API を呼び出せるかどうかって言ったら、まあ、A 社は可能ですけど、Z 社は無理でしたという結果になりました。はいで次、本来呼び出せないメトリックス API を呼び出してみましょう。で えとまあ、今回、メトリックスサーバーを選んだのは単にミニクベにあって簡単に使えたからなんですけど、とりあえずミニメトリックスサーバーっていうアグリゲーティティ API サーバーの一種を使います。で、どこを、えー、から入り込むかなんですけれども、実はこれがその先ほどの記事のところで誰でもエンドポイントを知ってる人はみたいなところにかかってくるんですけど、このアグリゲーティティ API サーバーのサービスディスカバリーがあったと思うんですけど、実はこのサービスディスカバリーってデフォルトでは誰でも えーと利用可能なんですね。なので、どういうことかっていうと、その、えっ、ー、と、詳細情報の、えー、と API エンドポイントに対してゲットをすると、普通に、えー、とバックエンドまで届いちゃうということです、誰でも。はい。で、今回の脆弱性を作るのはどうすればいいかっていうと、単にコネクションアップグレードをくっつけるだけです。そうすると、 TCP 接続で HTTP 要求して、バックエンドのメトリックサーバーに届くんだけど、そもそもアップグレードに対応してないので、アップグレードに失敗してます。まあ普通にレスポンサー帰ってきますけど、単に HTTP アップグレードを無視して。でただ、API サーバーの方はこれ、HTTP アップグレードだと思ってるので、TCP 接続をそのまま持続させちゃうんですね。なので、攻撃成功になってしまいます。はいであとも,もう一 まあ,あとはその、あとはこのアグリゲーター、つうか API サーバーっていうのは認証プロキシーになってて、この X リモートユーザーっていうのをくっつけてあげると、そのリクエストっていうのはその人のものになってしまうので、この認証情報をくっつけて、アグリゲーティと API サーバーに、えー、とリクエストを行えばいいです。だいぶ余裕がある。<laughs> はい、です。じゃあ、デモ2として、えーとまあ、まず最初に、えー、とメトリックサーバーの API を普通に代わルで叩たたいてみます。 これは、えー、とディスカバリーの方ですね、詳細のディスカバリーです、メトリクスの詳細を見てみました。こんな感じでポッズと,、えー、とノーズっていうエンドポイントがあって、ゲットとリストができるよっていう詳細情報が得られます。で、じゃあそのノーズが叩けるかどうか、ノーズっていうエンドポイントが叩けるかどうかっていうと、403が返ってきますね。これはあの認証がかかってるからです、そこで。 なんだけど、今回の脆弱性っていうのは、その認証を迂回できるよっていう脆弱性で、先ほどのように OpenSSL コマンドで TCP 接続を開始して、えっその誰でも使えるえとエンドポイントに対してアップグレードをします。で、普通にレスポンスは返ってきます。だけど API サーバーが TCP 接続を切らないっていう状態に今なってます。 なので、えーと、例えば X リモートグループシステムマスターズっていうのはこの Kubernetes の管理者権限のグループなんですけれども、これをヘッダーに乗っけて、えー、と HTTP を実行してみると,、えー、と、メトリックサーバーのこのさっきは、えー、403で返ってきた、えー、とリクエストが普通にレスポンスで乗って帰ってきますということが分かりました。なので、えーと 今回、えーと、この脆弱性について知っている人物であれば誰でもって言ってるのはここの部分でそのアグリゲーティッド API サーバーに対するリクエストはデフォルトの、えー、と設定だと誰でも、えー、とそのアグリゲーティッド API サーバーにしてリクエストを行うことができるっていうことです。で、ただこのアグリゲーティッド API サーバーにリクエストできたからっていうと言って、Kubernetes クラスターを集中に収めることができるかって言われたらどうなんでしょうっていうのがあれで、まあ 正しく言うと、アグリゲーティッド API サーバーの API を呼び出すことができるになります。ただしです、このクーバネット、アグリゲーティッド API サーバーで自分で誰かが乗っ取りの API っていうのをアホみたいに作ってたとしたら当然乗っ取れます。あとはもう一つ、先ほどのエグゼックの方なんだけど、ーークベコントロールエグゼックができる人物だったら、クーバネ e s クラスターを集中に収めることができるかもしれないです。 っていうのは、えーと、単にそのポッドに対してエグゼクができたからといって、そのクーバネス自体を操れるかというと、操れません。ただ、アホみたいなポッドがいた、例えば、えー、と管理者権限のポッドとかがノードにいた場合に、そのポッドに対してエグゼクができるので、管理者権限に当然昇格できます。なので、ポッうん、環境によります <laughs>、はい。ということで、はい、次、時間が余った。えー、とまとめ。 API に対するエグゼクアタッチポートフワード読み出しの権限を持っている人は、ノード上のポートに対して任意のコマンドを実行できてしまうという脆弱性でした。あとは、Kubernetes API のエンドポイントを知っているから、クラスターを乗っ取ることができるというのはちょっと言い過ぎでしたという結論になります。で、まとめにとしては、どっちにしろ環境によります。なので、他の人からの情報を鵜呑みにしないで、脆弱性が自分の環境にどのような影響を与えるのかというのをちゃんと確認しましょう。というか、普通にパタッチャー当てるだけで終わる気もするんだけど <laughs>。ということです。以上です。 えっと Z 市アクバルネスクラスターを集中に収めることができましたか？できませんでした。<laughs> はい。えっ、ー、と Z ラブコーポレーションの大塚からでした。以上です。ご清聴ありがとうございました。大塚さんありがとうございました。<laughs> いじゃあ時間がないをしてるので一つだけ質問を受け付けたいと思います。どなたか質問されたい方いらっしゃいますか？ 今回の攻撃って、えーと、例えば和風だったり、IDS、IPS のようなもので、えー、検知もしくは遮断するような、シグネチャー格とした場合に、さっきの,あのアップグレードのところの文言、あの一行を含めるだけでいいもんなんだろう、うん、かと。正当なアップグレード要件もあると思うんで、それを実現してっていう感じですけども。はい、ね。わ、うん、りました。 はいでは一旦これまでにして懇親会があるので他に質問したい方がいらっしゃれば質問してください。ありがとうございました